はい、皆さんこんにちは。そろばん式暗算が子供の右脳を鍛える著者の甲子吾です。まあ秋といえば、まあね、全関東学年別手段選手権大会が終わり、10月には全手連ですね、全国手段教育連盟の、全日本通信手段競技大会というのが各都道府県で行われるんですね。で、まあ僕のそろばん教室は、まあ東京都になるので、まあちょっと東京都の、過去、5年間ぐらいの、入賞点数、それから、まあ今年はどのように、去年と変わるのかみたいなね、そんな話をね、ちょっとまあ競技大会解説というコーナーですね、そちらをちょっとやっていこうかなと思います。まずですね、まあ、10月の中旬、まあ東京都だと大体3週目の日曜日、まあ、県によっては1個前の、日曜日にね、いや神奈川県なんかは1個前の日曜日になるのかなというところなんですけれども、東京都大会は、今年はですね、個人総合競技と、それからあと団体総合競技っていうのは、この、全日本通信の大会って文部科学省が、どちらかというと結構後押ししているような大会と僕は認識してて、学校別の団体なんですね。例えば、ここの、地域であれば、まあ、近くの、まあ、道塚小学校とか、まあ、新宿小学校とか、まあ、いろんな小学校あるんですけど、まあ、その辺の小学校で団体が組めたりとか、うん。まあ、そうやって、普段のソロバン教室の中でも、要するにいくつか団体が組めたりするわけですね。3人以上ですね。同じ部門で3人いれば団体が組めるんですけれども、それで全国のベスト100とかに入ると、まあ、賞状がもらえて、まあ、場合によっては学校で表彰されたりとかね、まあ、そんなこともありますと。で、東京都大会の場合は、まあ、その個人総合競技の表彰が、まあ、優勝、準優勝、それから2等、3等ですね。2等が 15%、3等が 25% かな。その他に、あとは今年はフラッシュ暗算競技ですね。フラッシュ暗算競技も入賞額同じだったと思うんですけれども、で、去年まではね、読み上げ算と読み上げ算もあったんですよ。で、読み上げ算も読み上げ算もありましたし、あと、これは僕が小さい頃、その小さい頃、10歳とか11歳ぐらいの時ですね、小学生の頃にも全日本通信の、まあ、東京都大会で、まあ、参加させてもらってたんですけど、その時も読み上げ算、読み上げ暗算、まあ、フラッシュ暗算ちょっとあったかどうか覚えてないんですけど、まあ、個人総合があって、まあ、結構ね、帰りは新宿だったんで、まあ、ね、そろばんの先生に連れられて、まあ、都庁に行ってね、なんか都庁の眺めを見るみたいなね、で、ソフトクリームごちそうになるみたいな、まあね、そんなのもね、懐かしい思い出ですけれども、今年は本当、個人総合とフラッシュ暗算と。で、やっぱりこれ各大会でそれぞれやり方が違って、神奈川県なんかは多分個人総合競技しかないんですよね。で、まあ、基本的には全日本通信の大会っていうのは、まあ、通信って、まあ、各都道府県から、まあ、成績を最終的に持ち寄るので、まあ、通信っていう名前なんでしょうけど、個人総合競技だけはやるっていうふうに決まってて、あとは、その支部ごとに、それぞれ競技内容を決めるっていう形なんですね。だから当日に多分発表がないところもあるでしょうし、まあ東京都はね、ちゃんと成績まできちんとアップ、してくださるんですけれども、まあまあ参加人数の制限がね、幸い、まあうちは外部で参加するんですけど、外部っていうのはだから全種連に加盟してないっていうことですね。加盟してなくても出れるということで、まあ人数制限もないので、まあすごくありがたいといえばありがたいところではあるんですが、早速ですね、まあ入賞点数ですね。まず4年生以下なんですけど、ここ5年を見ると、4年以下、2014年は1630点で優勝、2015年1860点で優勝、2016年1960点で優勝、2017年1970点、2018年1980点。ということで4年生以下のね、2000点満点なんですね。これ、500点満点 ×4 ということで、まあ、掛け算はね、3桁 ×2 桁から始まり、まあ、50代ね、だんだんピラミッド式に問題が増えていくんですけれども、この2000点満点の中で、もう1980点ぐらいまで、東京都のね、優勝もね、点数が必要になっていると。じゃあ、3等の入賞ラインですね。まあ、3等の入賞ラインで見ると、まあ、2014年1090点、2015年1060点、2016年1140点、2017年1090点、2018年1110点ということで、まあ、1150点取れれば、まあ、過去5年で見ると、まあ、入賞はできるかなと。小学校4年生からですね。まあ、1150点というと、まあ、30番ぐらいまでなので、まあ、掛け算で言ったら、まあ、4桁かける3桁、4桁かける4桁ぐらいまで、そこら辺まで計算がたどり着いていくと、まあ、だいぶいいのかなという感じですね。はい。小学生の部は5、6年生ですけど、これがですね、これ東京都大会の結構特徴かもしれないんですが、やっぱり東京都ってものすごい受験が今、受験戦争というか、まあ、加熱していまして、大会に出る人自体が5、6年生は少ないんです。だからある意味チャンスなんですよね。うん。でね、まあ、前の動画でもちょっとお話をしてるんですけど、まあ、これね、だからそろばん習わせてる保護者の方が結構見てるので、自分が例えば、自分の子供がそろばんがある程度得意だったら、例えばそこまで練習できててなかったとしても、大会が好きな子がいるので、そろばんをやめずに、やっぱり週1回とか2回とか減らしつつでも、受験勉強しながら大会にも出るっていう選択肢をぜひね、それは検討してもらいたい。で、僕自身も、弟も、まあ、そのように育ってきた
人たちなんですけれども、やっぱそろばん自分が好きで大会好きだったら、出た方が、相乗効果になる、プラスになるんですね。ね、マイナスには決してならないので、その辺はね、ぜひね、あのお母さん方、まあ、このチャンネルすごく見てくださっている方多いので、まあ、その辺検討していただければというふうに思います。はい、話がそれましたが、小学校5、6年生の優勝は、2014年が1950、2015年1980、2016がちょっと下がって1780、2017、1920、2018年1950ということで、実は4年以下の方が優勝の点数って高いことが、ここ3年間続いてますね。要するに4年生までで一気にガーッと勉強し、練習をして、その後5、6年生になると大会に参加しなくなるっていうケースが多いっていうことがさっきの話のね、まあ、続きにはなるんですけれども、まあそういったことが言えると。で、まあ小学生3等の入賞ラインは、小学生1240、2014年ですね、2015年1260、2016年1290、2017年1260、2018年、去年は1100点台まで下がりました。1180。ということで、2018年の小4以下の3等が1110点で入賞。小学校5、6年生が1180点で入賞なんですよ。これ70点だけ伸ばせればいいので、1種目10点ですから、70点上げるためには、各種目2台ずつ伸ばすと、もう入賞できちゃうっていうね、4年生から5年生になるときにね。ね、だからまあ参加人数が少ない分だけきちんとチャンスもありますし、で、やっぱり例えば受験するときにも、アピールにはなりますよね。もうただこの間も、ある、名門中学のちょっと、校長先生のこのお話なんですけど、やっぱりやっぱ勉強できるのが当たり前なんですね。勉強できて入試通るんだから当たり前で、それ以外のもので何を頑張ったかっていうところ、まあアメリカの多分ね、高校とか大学とかも多分そういうところを見たり、するんですけど、でしょうけどね、グローバルの話だとね。でやっぱりそれ以外に頑張ったことがソロ版であればいいでしょうし、まあその他にもいろいろみんなそれぞれあると思いますけれども、ソロ版が嫌いじゃなかったらね、ぜひ5、6年生もね、大会に出ると。まあ、これは放送している時点ではもう申し込みはね、終わっちゃってると思うので、まあ、次のチャンスで、出る人は出ればいいかなと思いますけれども、5、6年生は意外とチャンスがあるということですね。で、小学生までは全員問題が一緒なんです。ところが、中学生になると、問題が、何年か前に変わりまして、問題が3桁かける3桁スタートになりましたね。小学生は3桁かける2桁スタートだったんですけど、で、まあまあ問題量が増えて、まあだから問題が変わった後なので、2016年だと中学生の優勝が、1910点、2017年1920点、そして去年は1980点、これやっぱ問題相当難しくなってますね。で、3等の点数だと2016年が1050点、2017年1100点、2018年1080点ということで、まあ、1100点取れればね、基本的には、3等の入賞ラインにはかかるのではないかと。はい、高校一般で、これ高校一般じゃないんですね。この大会って高校生の部っていうのがあるんです。全日本通信っていうのはさっきも言ったお話ししたように学校の学校別の団体がありますから、唯一高校生にとっては、あんまり高校生の部がある大会ってないんですよね。前回の全館と学年別っていうのも高校、大学一般、これ全部一緒ですし、まあ川崎の大会でも高校、大学一般って大体一括りにされちゃうんですけれども、高校生がある。2017年、1980点優勝。それから、2018年は1990点優勝。まあ、入賞ラインで言うと3等は2017年は1320点。それから、2018年はね、1050点まで下がったんです。だから、これね、チャンスがあるということ。出る人に対しての、割合ですから、誰が出るかわからないので、そうすると、頑張って可能性、参加したら、入賞するチャンスは十分にあるんですね。で、中学生より低いこともあります。で、別にそれが悪いわけじゃないですし、そのまま遅くから始めた生徒っていうのも結構いると思うんですよ。5、6年生から始めると。まあ、うちの生徒にも6年生から始めた子もいますし、4年生から始めた子もいるんですが、やっぱりね、そこから頑張って高校生でようやく花が開くとか、点数が取れるようになってくるっていう子もいるんですね。で、そしてまあ大学最後一般の話になってくると、まあ優勝は2000点ですね。優勝は2000点。だけど入賞ラインだと、まあ、2017年1470、2018年1370ということで、まあこれもまだね、チャンスは結構あるんじゃないかなと。まあそろばん8段ぐらい持っていれば、1400点ぐらいっていうのは、まあ、暗算、まあ、10段分は持ってた方がいいと思いますけど、1400点ぐらいは多分高校一般だと行くと思い、そろばん8段、暗算10段であれば1400点ぐらいは行くと思うので、十分入賞圏内は狙いますね。もちろん10段、10段持ってればもっと上を狙えるでしょうし、それぞれのね、やっぱり全種類の問題って、問題数が多いんですよ。全部で200問で、5分で50題解いていくんですね。だからやっぱり書きながら次の問題を、まあ、計算するというか、どん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 先のことを考えて、数字が書く量が多いので、まあ当然書き間違いもそこまでできないでしょうし、まあ列がすごくあって、これはね、バラバラな感じが、まあ全種類の特徴なんですね。まあ日照検定系っていうのは
結構揃ってたりするので、ソロバンコンクールとか暗算コンクールとかっていうのはまあ綺麗な問題がどちらかと、まあ、まずレイアウトで見たら綺麗っていう、混ぜ量通しても詰まってる、数字が詰まっててっていう感じで、まあ桁数とか口数は多くないんですけれども、まあその辺で数字を書く量は、まあ時間の中で見ると多いというね、まあそんな特徴がありましたので、ね、まあしばらくアバカスタジオではできるところまで暗算で挑戦させて、まあそれ以降がね、できなくなってきたら、まあ近づいてきたら点数をね、取れる方法でみたいな形でいつも大会前はやっているんですけれども、まあね、全日本通信の大会ね、出る人がね、ぜひまあまあ今は東京都大会だけのお話でしたけれども、まあ全国大会のね、点数なんかもまあそのうちね、こちらでお話できたらいいかなと思ってます。はい、まあ総合競技ね、揃ってるってさっき言いましたけど、3桁かける2桁と2桁かける3桁とね、なかなか2桁かける3桁とか、それから3桁かける4桁とか、まあ、そういう問題っていうのは普段アバカスサーキットとか練習してあまり出てこないので、まあ、そういったね、桁のいろんな、対応力っていうのも、鍛えられるのがこの問題です。はい、では、皆さんね、全日本通信手段選手権大会、お会いする方はね、東京都心部でぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。それでは、さようなら。